皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやら私は西部時代にタイムスリップしちゃったみたいですね。早く現実に帰りたいので、なんとかここから脱出していきましょう。人生で1回ぐらいはタイムスリップしたいよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあせっかくだったら未来に行きたかったですけどね。そしてここは牢屋なんでしょうか。私特に悪いことをしてないんですけど、ちっちゃい穴があったのでこっから出てしまいましょう。特に監視はいないのか。じゃあ今のうちに遠くに離れたいと思います。これ何の骨？え？牛？まあ確かにカウボーイのカウは牛っていう意味ですよね。まあでもカウボーイって馬に乗ってるイメージあるけどな。ホースボーイではないのか。まあそれはどうでもいいとして、次は線路の上へ渡っていきましょう。細い道なので気をつけながら行きますよ。っていうかこれめちゃくちゃ綺麗に曲がってるけど本当に壊れたの？壊れた感じには見えないんですけどね。はい、そしたら次はトロッコの上は、今のはちょっと勢い余りましたね。しっかりストップしながら行きましょう。一回一回ストップするのが大事よ。はい、ここストップで、ここもストップ。ちゃんと勢い余って進まないようにしましょうね。はい、そしたらここね、ちゃんとストップしたいと思います。ストップ。はい、そしてここ大きくジャンプ、いいよ。はい、で大きくジャンプで、ここもジャンプ OK。 はい、なんとかトロッコ地帯は抜けました。また骨があったけど怖っ。まあ確かに砂漠ですからね、すぐに肉の部分は干からびてしまうんでしょう。はい、でここもジャンプして、何？え？思いっきり頭ぶつけたんですけど、今のどうなってた？こう来た。なるほど、ここの柱に一回立たないといけないのね。この塔を登るのもなかなか大変ですが、オッケー、なんとか上まで来れました。これなんだろう、お墓？なんかさ、私詳しくないけどさ、海外のお墓ってこういう感じなんでしょうか。ここでみんな干からびちゃったのかな。私は干からびずに脱出したいと思います。はい、そしたら家の屋根の上に登りまして、何これ、鐘？カンカン、ならないんかい。ならなかったんで、おー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 、ロープウェイで下まで降りていきましょう。はい、そしたら、あ、ヘビーた。こんにちは。あなたはまだ生きてる？干からびてはないのか。特に当たってもダメージはないみたいですね。じゃあ仲間だ。一緒に頑張って脱出しましょう。そして待って。え？TNT って書いてるんですけど、これ爆弾ですよね。あんまり長時間乗りたくないな。早くそっち側に行きましょう。で、まずはその TNT の塔に着地して、で、ここもジャンプ OK。そしたら次はそこか？はい、そこにジャンプ、危な。頭ぶつけるところでした。うわ、なにこれ。石油？石油っぽいよね。ほら、上になんか天秤みたいなのがあるから、多分それで採掘しているんだと思います。石油の中に TNT とか入れちゃっていいんですか？知らないよ。怖っ。爆発しても MK さんのせいじゃないですからね。なにこれ。金鉱石みたいなのがあるんですけど、ゴールドマイン。お！ここは金が取れるみたいですよ。じゃあ MK さんもちょっとだけ現実に金を持ち帰りたいと思います。溶岩がすごいな。金って溶岩の近くで取れるとかそういう話なんでしょうか。お金だ。お金をじゃあちょっともらっていきましょう。あら、今当たった？まあマグマだからね、多少広い範囲が熱いんだとは思いますけど、今当たってないと思うけどな。もうお金せっかく拾ったのになくなっちゃったじゃないですか。はい、じゃあここジャンプして現実にお金を持って帰りましょう。持って帰れんのかな。タイムスリップした時ってお金は持ってっちゃダメとかっていうルールあるんでしょうか。うーわ、怖っ。下マグマですよ。落ちたらひとたまりもありません。そしてそれはなんだ、金を焼いてるんでしょうか。はい、そしたらここジャンプして、またヘビーた。こんにちは。牛は干からびちゃうけどヘビは干からびないんだね。暑さに強いタイプなんでしょうか。あなたもヘビか。頭出してますね。こんにちは。そしてこのドクロは何？え？人間がみんなここで干からびてしまったんでしょうか。そしてこの緑の液体もようわからん。うーわ、でっかい骨あるけど、これ恐竜の骨？何の骨だろう？ちょっと気になりますが、はい、そしたら次は、ここか。はい、じゃあここ渡っていきます。ジャンプして、ジャンプして、てか、これ何？え？金の延べ棒じゃない？違う？違うか。金の延べ棒ってこの時代にないか。ちょっと MK さん、そのあたりが、わかりませんが、サソリがすごい。
動いてるよね。動いてるけどこっちには来ないか。当たらなければいいんだと思いますけど、なんかリアル思ったよりリアルなサソリでちょっと怖いなこれ。上から行きましてバイバイ。あなたたちに構ってる暇はないんですよ。うわ何あれヘビいる。めちゃくちゃでかいヘビとめちゃくちゃでかい金鉱石がありました。金鉱石持って帰りたいんですけど、ヘビさんの口の中に入らないといけないみたいです。はい、じゃあここは中に入りましょう。やだな、食べられんのしかもなんか急に間抜けな顔のヘビじゃない？うわ卵丸飲みしてる。まあでも確かにヘビってさ、卵食べるイメージあるよね。うわ何の卵なんだろう。若干光ってるし、蛍光色に光る卵って何？はい、そしたらここの上も渡っていきましょう。いろんなものを食べているんですね。骨とか、うわ何？あ、うわ、え、これ何？タイミング？タイミング悪いと赤いのに当たっちゃうよという話でもなさそうですね。はい、じゃあこの先進んでいきましょう。は真っ黄色の卵がありました。MK さんの身長のさ、倍ぐらいあるんですけど。何が入ってんのこの中には。はい、じゃあサボテンの上を渡っていきまして、風車の上を渡ったら、これは真ん中か。じゃああの牛に乗るんでしょうか。なになになに、だだだ、来てる来てる、なになになに、これ何、当たっちゃダメ。あら、おお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 お。どういうこと？え？何？あ、なるほどね。牛に当たらないように、その奥に行かないといけないと。え、むずくね？端っこ？こっち側から攻めていきまして、お、毛牛に気づかれてないと思ったら気づかれた。じゃあ端っこあたりまで引き寄せといて、で、ちょっとこっち側走ればなんとかなると思う。その吹っ飛ばされ方何？吹っ飛ばされ方が面白すぎるんですけど、ちょっと待てよ。牛、え？どういうこと？もう一回行く？いや、右か？あ、なるほど。右の上？この屋根の上行くんじゃね？いや、いけない。まあ、牛来た、牛来た、牛来た。ちょ、座ってる場合じゃないですよ。あ、で、こう来た、ダメだ。だだだ、危ねえ。あれ？行けた？あ、行けた。引っかかってる、あの牛。あららら、来た来た、とととととと、来てる来てる来てる、危ない油断してたら牛が来ました。そしたら電車の上ですけど、ん？電車の上じゃね、電車の中か、あ、上に行くのか、なるほどね。はい、じゃあここ上に行きまして、おーすげー、え？こっち？こっち？こっちか。はい、じゃあ電車の上渡っていきましょう。嘘でしょ？下にサソリいるぞ。やめて、あー。ちょっと待って、落ち着けよう。で、だめ、もうな。ちょっと、サソリに当たったわ。ちょっと待って、ちょっと待って。そしたら、ここでもう一回行くよ。はい、TNT の上乗っかって、サソリにしっかり当たらないように、ジャンプしていきましょう。ジャンプ、ジャンプ、オッケー。結構シビアだな。はい、そしたらまた樽の上を渡っていきまして、それ何？え？アルマジロ？これ何？マグマ？マグマのボールがコロ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 転がってますけど、どういう世界観なんでしょう。あれ？こんにちは。MK さんの顔ドアップですけども、何に当たった今？え？何にも当たってないと思うんですけど、はい、ここ通り抜けまして、石炭の中は通っちゃダメっぽいですよね。ちょっと行ってみる？はい、あ、行けるんかい。行けました。え、これ上？下かな？下が合ってるとは思いますけど、あ、待って、上も上かな？こう、上行けそう。あらら、ばばば、うわぁ、ははは。下だ。多分下だ。あんな無理やり上に行くようには作ってないと思います。はい、そしたらこう来て、マグマに当たらず進んでいきましょう。そろそろゴールだといいんですけど、はい、焚き火の中に入りまして、お？なんだ？とりあえず電車は終着点に着いたみたいですけど、来たー！終わりましたけど、馬がいる。え？この馬、に乗ればさ、まだなんか続くんじゃない？行くよ。おおおかっけーかっけーかっけー。いやでもこれ多分ボーナスステージ的な感じだ。はい、ということでとりあえず、なんとか脱出することはできました。あとは馬に乗って遊ぶ時間でしょう。と言ってもまあ別に遊ぶこともないですよね。今までのステージを馬で行けるというだけだと思いますので、まあこれは今回はいいでしょう。なんかせっかくカウボーイになったんだったら、縄とかね、くるんくるんくるんってやりたかった
ったですけど、まあそれは次の機会にしましょうか。ということで、なんとか現実に帰ることができそうです。今回のロブロックス面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。